はい、おはようございます。6月21日火曜日、今朝の一言始めていきたいと思います。今朝の一言は思考の三原則ということで、解説文を読んでいきたいと思います。思考の三原則。私は物事を、特に難しい問題を考えるときには、いつも3つの原則によるように努めている。第一は、目先にとらわれないでできるだけ長い目で見ること。第二は、物事の一面にとらわれないで、できるだけ多面的に、できうれば全面的に見ること。第三に、何事によらず、思慮末節にとらわれず、根本的に考える、ということである。はい、ということなんですけどもね、まさにその通りだなというか、とかくこの逆をね、言ってしまいがちですよね、と。で、最近というか、中国人の、まあ、資産家の方とかですね、そういった、まあ、成功されている方に、結構仲良くさせていただいている方が結構多いので、どういうその考えとか、まあ、行動みたいなものになんか共通ってあるのかなって、最近よくこうお話しする機会があったんで見てたんですけどね。特にビジネスと人に対しての、人との付き合い方に関しての考え方の根本に、結構それこそ目先にとらわれないで、できるだけ長い目で見るっていうようなことを、結構何人の方からもお話を聞いたんで、結構そういう目線で見てる人が多いなっていうのをすごい感じました。とかくね、なんかまあ、特に僕もサラリーマンで営業をやってた時は、まあやっぱ目先の目標売上数字みたいなやつがね、経営サイドから降ってきたりしますんで、もうそれこそ1日もそうですし、毎月その売上目標にね、とらわれながら生きてきたりとかしてたんですけども。結構やっぱそういう人にお話聞いてると、まあ最初の入り口、これをやるかやらないかっていう選択はかなりこうしていらっしゃいますけども、一旦やるって決めたらもうすぐに結果を求めない。うん、なので長くこう関係性を築き上げて、まあ身になった時はより大きくもぎ取るじゃないですけど、そういうような考え方をされてるんで、結果としてやっぱうまくいかれてるっていう印象が非常にありました。で、もう当然一つのプロジェクトじゃなくて何個もそういうスタンスでやられてるんで、まあ、どっかのタイミングで実を結ぶことが、それこそ10年前にやってたことが実を結んだりとかしてるのが、重なってくるんでしょうね。20年前にやってたことが今来て、まあ、10年前にやったことが今来てみたいなやつを日々こう長い目でやるプロジェクトが、まあ増えればね、そう重なるタイミングで出てくると思うんですけど、だからなんか常に成功してるみたいな。で、紐解いていくと、それは短期的に始めたことではなくて、いや実は10年前からやってるんですよねみたいな、そういうスタンスがの方が多くて、ちょっとびっくりっていうのと、あと人との付き合い方ももう本当にビジネスと一緒で、本当見極め、見定められてしまうところはあるんですけど、この人とはちょっと付き合ってもいいかなみたいな判断をした瞬間から、もうがっちり良くしてくれるっていうかね、なんかそういうとこはやっぱり、中国で知り合った資産家の方の共通点かなっていう気はしますね。で、当然この今回の第3、まあ、物事の一面にとらわれないで、できるだけ多面的に捉えるみたいなことであったりとか、思慮末節にとらわれず根本的に考えるみたいなところはもう当然その通りなんですけども、結構やっぱり長期的に考えるっていうのが、なかなかそういう機会がなかったっていうのもあるんで、ちょっとやっぱり
日本人的には苦手な感じが、特にあのビジネスマン、セールスマンみたいな、すぐ結果を出さなきゃいけないみたいな世界にいると、なおさら結構短期的な思考になりがちなんでですね、なかなかあの日常的に落とし込むのは難しい側面もあるのかもしれないですけども、長い目で捉える、だからなんだろう、なんかやってみたいなって思うようなことがあったら、短期的な結果を求めるんではなく、もう8年スパンぐらいでやり始める。で、8年やったら結果が出るっていうね、僕最近そういう思考なんで、新しく始めたことであっても、まあすぐ結果出なくてもね、まあ8年はや、まあ8年はちょっと大変なのかもしれないですけど、まずは3年、うん、で3年でつかめてきたら次9年みたいなね、まあ次9年の前までは6年かな、なんかそんな感じでやってますけども、なのでちょっと話長くなりましたけども、ちょっと長期的スタンスで今やってることを捉えてみるっていうのもいいのかなというふうに感じた次第でございます。ということで今日も頑張ってまいりましょう。